テントメンテナンスは日本製ザ・撥水材がおすすめ。シューズもザックもウェアも OK です。テントメンテナンスですね、皆さん何されてますか？マウントスミさんのフッ素系のですね、撥水材、その名もザ・撥水材、こちらをご紹介したいと思います。うちはだいたい1年に1回ですね、テントメンテナンスということで撥水スプレーを振っています。はい、なぜ撥水スプレーを振るのか、ちょっと説明します。テントはですね、ところがしこ縫い目の部分がありまして、長く使っているとそこから水が染みてくることがあります。それをね、未然に防ぐためにこまめに撥水スプレーを振っておくといいでしょう。撥水剤、主に2種類ありまして、効果長持ち、テントの通気性を保てるフッ素系と、コスパ重視のシリコン系があります。ザ・撥水剤、こちらのですね、おすすめポイント、耐用素材の多さです。ポリエステル、ナイロン、コットン、ポリコットン耐用です。そのため、シューズもザックもウェアも使えるんですね。もう一つのおすすめポイントはその量です。スターターキットでは1リットルプラススプレーボトルで4400円、4リットルで10,780円です。他の撥水剤は 420ml が多く、1リットルあたりの単価は約3円です。ところがザ・撥水剤、4リットルだと1ミリリットルあたりの単価が 2.7 円と高コスパ、しかも安心の日本製です。メンテナンスの流れです。まずですね、汚れをしっかり取っておきましょう。その後しっかりテントを乾燥させます。で、その後まんべんなく撥水スプレーを振ってください。撥水スプレーを振った後はしっかりテントも乾燥させましょう。ザ・撥水剤ですね、専用のスプレーボトルに入れないといけないんですけど、もし錠合がない場合は紙コップをこうやって曲げて入れることもできます。ザ・撥水剤ですね、簡単なスプレーボトルじゃないので最初戸惑いがあったんですけど、非常に使いやすいです。ただ一つ注意点ですね、撥水剤を使った後専用スプレーボトルしっかり洗っておいた方がいいと思います。こちらのテントメンテナンスザ・撥水剤の紹介動画、こちら参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。